広く浅いチャンネル。こんにちは、広く浅いチャンネルです。今回はですね、こちら今映してますけどプリウスアルファのタイヤ交換についての話題をお届けしたいと思います。この車ですね、2014年式なので今丸9年ほど経とうとしております。9年経つので4回目の車検の日をね迎えたといったわけでございます。車検通そうと思いまして、予約してあったですねビッグモーターへ向かったわけですが、ピットに入りましてどれぐらい車検費用かかるのかっていうところでね、部品の方とかチェックしてもらったんです。そしたらですね、この見てくださいよ、このタイヤのとこですね。タイヤもね重要な車の一つの部品になると思うんですけど、タイヤこちらですね、この溝がですね、こちらフロントなんですけど、フロントのタイヤがですねめちゃめちゃ減ってますね。丸4年経過した感じですね。新品のタイヤだったんですけど、こちら銘柄は東洋タイヤの SD7 というタイヤです。これがですねだいたい約5万キロ弱ほど乗った段階でこれぐらい溝がバッチバチに減っております。もう全然ないですね。この外側の一番端の部分ですね、ここは全然もう溝がなくなっちゃってまして、お客様はこれ車検通りませんよと言われてしまいました。って感じで、じゃあちょっと見積もりお願いしますとお願いしたんですけど、同じ銘柄のタイヤはないというところで、同じクラスの、国産メーカーなんですけど安いところで見積もりをいただきました。そしたらですね、一応4本で見積もりもらったんですけど、4本でタイヤだけでなんと9万6000円です。プラス工賃が1万5000円ほどかかるので合計で11万円となりました。タイヤ交換4本で11万円、車検のためにそこまで払うのはアホらしいというところで、今回の車検はキャンセルさせていただきました。キャンセルと言いますか、正確に言いますとちょっと日付を変えてですね出直してきますといったところで一回帰ってきました。でこのタイヤですね、これ交換に11万円とか、僕はそんなねそれではいはいと出すほどの経済的余裕は僕はないので、ネットで安いとこ探して交換していきたいと思っております。これからですねタイヤ注文したので今家に届いてますんで、はい、これが注文したタイヤになりますね。メーカーは住友ゴム、財閥の住友グループですね。そちらのファルケンブランドのGX ZE914F になりますね。型番こちらのタイヤを取り付けていきたいと思います。自分でタイヤ交換はできないので、これからですね格安取り付け店に持ち込んで持ち込み交換といった形でお願いしようと思っています。なんと工賃が、後でもう一度言いますが、1万円かからないぐらいで交換もしてくれます。ビッグモーターで交換を頼むと1万5000円のところ、これから持っていく店ですと9000円で交換プラスこの古いタイヤ、こちらの排気もしてくれちゃいます。そこだけで6000円カットですね。はい、でタイヤの方はビッグモーターだと4本で9万6000円の見積もりだったんですけど、アマゾンで購入するとこのファルケンのタイヤがなんと4本で3万2000円になります。もう少しね3万切ってるぐらいで安く買える場合もあるかと思いますけど、私はアマゾンがね大好きで信頼してますし、アマゾンで購入することにしました。送料税込みです。もちろん3万2000円で買えます。ディーラーやビッグモーターで買うと10万円近くかかるものが3万2000円で買える、こんなお得な話はないと言いますか、そのディーラーや中古車屋で提示された価格で買うなんてちょっとね信じらんないですよね。この価格差半端ないです。6万円とか変わってくるんですから。6万円変わってきたら何が買えますか。何でしょう。プレイステーション5買えちゃいますよ。僕も持ってないですけど。こんな感じで大きく金額変わってきますので、皆さんもどこで買っても商品同じなのに高い金を払うのはやめましょう。それでは早速交換していきます。この汚くてねすり減ったタイヤがどんだけ綺麗になるか、これから映していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。それでは取り付け行ってきます。はい、タイヤ交換行ってまいりました。はい、こんな感じでねバッチリと新品に交換していただきました。いかがでしょうか。やっぱり新品は綺麗ですね。溝もバチバチに深いです。当たり前ですけど、見た目もね悪くないと思います。ファルケンブランド、十分にね有名な国産ブランドなんで、住友ゴム、財閥のメーカーでございます。ファルケンブランドのタイヤ初めてなんでちょっと楽しみなんですけど、楽しみっつっても、さっきね装着してここまで乗ってきたんですけど、今まで使っていた東洋タイヤと特に違いは感じなかったですね。安いエントリーグレードのタイヤなんで特別高級なものでもないですし、特別感ないですけど、全然悪い感じもしないですし、満足度はね非常に今高い気分を味わっております。走りの方は特に不満もなくバッチリでございました。いいですね、十分満足しました。
価格もすごい安かったんで Amazon リンク貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。こちらやっぱね、工賃が凄まじかったですよね。はい、合計で9000円ちょっとになりますね。めっちゃ安いですね。タイヤの交換工賃が4本で6000円プラス古いタイヤの処分していただく費用と、あとこのエアバルブですね、ゴムのバルブのところも交換したので、それを合わせると税込みで9000円ちょっとですね。今話題のですね、不正をしまくってるっていうことでテレビでたくさん報道されてます。ビッグモーターの見積もりと比較すると、ちょっと見積もり書はないですけど、ビッグモーターは1万5000円と言われました。それが皆さんのお住まいの近くにもあると思いますけど、安くね交換してくれるところに持ち込んで交換してもらうと合計で9000円です。その差はなんと6000円もあります。1万5000円と9000円です。作業内容は全く同じで、これだけ差が出ます。6000円も違ってくるんですね。これはどうなんでしょうか。僕から言わすと完全にぼったくってるとしか思えません。全く同じ商品を買う、全く同じサービスを受ける、それで値段がこんだけ違うのはどうなんでしょうか。もうこれは正直ね、商売の自由とかね言ってる場合じゃないです。もう9000円で統一しないと、もうすごい差が出ちゃいますよね。9000円で統一したらいいんじゃないのって思っちゃいますね。知らなかったら1万5000円でやっちゃうじゃないですか。またはお金に余裕がある人は1万5000円でお願いしちゃうと。めんどくさいですからね、一応持ち込むのは。まあその手間を省くだけで、その手間を惜しまないだけで6000円得するわけです。自分でやればもっともっともっと安いですけど、まあそれはちょっとね、技術的な問題もありますし、まあ、できない人も僕も含めてね多いと思いますんで、それは言わないようにはしますが、やっぱね同じサービス受けるんだったら安い方がいいですよね。でこの動画見てくださった方は、もしそんなん知らなかったってなっていただけますと、とても嬉しく思います。安いお店でねより良いサービスを受けて、金額もその差額もしっかりと出るところで作業してもらって、楽しいカーライフを送っていきましょう。はい、今回は簡単にタイヤのね交換動画をお送りしました。特に価格の違いがすごいあるので、ぜひ参考にしていただきまして、タイヤ交換の時期が来ましたらちょろっと思い出していただきまして、安く済まして楽しんでいきましょう。タイヤ交換一つとってもこんだけ金額に差が出るっていうところ、少しでも参考になれば幸いです。このチャンネルでは車関係が多くはなりますが、バイク、ガジェット、アクアリウム、ペット、植物、日用品など、僕の好きな趣味の世界を広く浅く紹介発信しています。ほんの少しでも参考になったり楽しかったとかありましたら、チャンネル登録で応援いただけますとめっちゃ喜びます。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございました。さよなら。